はい、じゃあせーの、いやいやいい、いくよ、はい、いいですよ、じゃあ始めてください。さあ、いよいよ始まりました。はい、健康土管です。ワクワク菜園クラブと青木さんとのコンビの健康土管、メリークリスマス。じゃあタイトルコールからいきたいと思います。水曜日の6時半は健康ドカーン、万歳しちゃった。万歳、ね、万歳。どうですか今日、今日ですか2019年最後のですね。そうです、健康ドカーンの時間がね、はい、やってきました。皆さんお待ちかねの人もいるかもしれないんですけれども、はい、全然お待ちかねじゃないっていう方もいるかもしれませんだけどね、はい、あ、なんかコメントがいっぱい入ってきてくれて、あら、まあ、なんか嬉しい限りですね。楽しいね。うん、望月智子さん、望月智子さんってメリークリスマス、メリークリスマス、メリークリスマス、これのメリードカン、メリードカンクリスマス。はい、次は、はい、山さんが見てます、はい、ありがとうございます、うん、で松瀬さんがこれどこって、これね焼津の駅前ですね、うん、で天の地がまだね視聴中ですよ。あ、そうですか、はい、で FM 島田の松永さん、あ、はい、で天の地が綺麗、綺麗でしょ、綺麗でしょ、今朝、今朝じゃない、さっき本当出来たてのほやほやの焼津の駅前のイルミネーションです、はい、ね、ご堪能ください。FM 島田の人見てるの、はい、さあ、わかりませんねFM 島田、僕行ったことありますけどね。あるんですか。あるんですけどね、うん、でも、うん、ラジオでどうやって聞けばいいかわかんないですよ。ラジオ、車にしかついてないのねいやー、今、うちの納期の事務所、うんうん、改装してるんです。改装が終わったんです、うん、ちょっと音楽聞こえなくなっちゃった ねちょっと小さくなんかストライクです、小さくしすぎちゃったのね。やっぱクリスマス音楽かけたいじゃないですか。やっぱ音楽もね、クリスマスやりたいんだよ。何、音楽もクリスマスやりたい、クリスマスの気分で言うだよ。 FM 島田の松永さん、ヤイズ TV の青木 P によろしくって、よろしくお願いします。はい、なんか7名の方が見てくださってますね。あ、そうですか、7名ね。今日はこの番組は、はい、中村さんの、健康ドカンというね、健康ドカンっていうの、何がドカンなのか分かりません。今日何についてお話ししていただけるんでしょうか、中村さん。そうだね、はい、うちがまあ野菜を作るきっかけになったのっていうのがあるじゃんねあるじゃんねあるんですかね、 あるんだよね、あるじゃんねって言われてもね。そう、まあ、そうなんですね、うん、はい、やっぱ、はい、美味しい野菜食べたいと。美味しい野菜を食べましょう。それで肥料食べた、肥料じゃなかった肥料食べるんです。違う、肥料はね、はい、微生物が食べるんだよね。微生物、生き物、微生物が肥料を食べる、肥料を食べてくれる、肥料を食べるんですか。肥料を食べるんです、微生物です。だからそう思ってたの、はい、ずっと今まで、はい、ところが、はい、この本久しぶりに見たら、そうではないみたい。久しぶりに見たんですね。そうそうそう。これね、この本何ですか、この本は。これ、テネモスっていうあの会社があるんだけど。テネモス、テネモス。エネオスじゃないですよ、これエネオス。エネオス。あ、これ。これ、これじゃないよ、これじゃない。ねえねえ、エネオス、これじゃない。テネモスって何だ。あ、これ、もしかしてこれ、自費出版みたいな感じ、違うよ、これ。テネモスって書いてある。テネモス、テネモスネット、テネモス、そうそう。中村さんの、うん、その炭素循環農法っていうのはこの本に基づいてるってことですか。というよりもね、あの、はい、エネルギー、やっぱエネルギーが、エネルギー、エネルギーっていうのはあのエネルギー、エネルギー、はい、あれじゃん、いらんな、あの太陽熱エネルギーとかさ、いろいろあるじゃん、うん、元気、まあ元気って言った方がいいのかな。元気イコールエネルギーですか。元気イコールエネルギーです、はい、と思っているんだけど、間違ってるかなっていうの、うんうん、ね、ここにね、自然とは何でしょう。
自然とはネイチャーですね。不自然とは何ですよ。アンネイチャーですね。それのこそそれからこれエネルギーとはとこあるでしょ、はい、14ページ最初に何農業の本は最初はうちはあれ自然とは何かから始まるんですね。でそれやってるうちに自然とは何だろうかな、うん、エネルギーは何だろうかなっていう。エネルギーとは何。そうそういう浜村さんの考えは何なんですか。エネルギー、エネルギーとは元気、元気、それとエネルギーが入って病気にならないと、はい、エネルギーが入ると病気にならない、ならない、病気をあの吹き飛ばす、病気どっかやっちゃう、どっかやっちゃう、うん、吹き飛ばす、吹き飛ばす、行け出て行けと、出て行け、そう、大体さ、はい、野菜作る、野菜作るんじゃないですか、野菜はできるもんなんだけど、自然にできちゃうんですか。これはもうエネルギーを浴びてできちゃうんだから、ね、自然にできるから自然なんですよね。その自然とね、うん、天然との天然と自然と違うんですか自然と天然だって天然っていうのは見えないじゃない、うん、自然は見えるよね。今日暗いからもう見えないけどさ、うんうん、まあ、ボケもあんまり得意な方じゃない、うん、あまりあの難しいことやりたくないね、うん、天然ボケです。で今日は何を教えてくれるんでしょうか。教えるのはあ、そういえば今日も人参があるってお聞きしたんですけど、はい、人参あります。ちょっと持ってきちゃいます。そうだね、人参食べていいんですか。いいです、食べたい人はスタジオ来るといいですね、うん、7時までに来ればあの食べられないの残ってるから。これはは い, い、はい、今日も中村さん家の人参が食べられるそうで す, そうです。食べちゃっていいんですか。いいです。あ、さつま入ってるじゃん。さつまさつまがね、さつまも入ってるじゃん。入ってます。すごいね、さつま、これはあれだよ、出世時代サービス、うん、このさつまはあの、はい、安納芋、安納芋、うん、安納芋食べていいですか。いいですよ。今日は小ぶりですね。そう、どうしようかなと思った。あ、柔らかい。だん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 こうなってそれで、うん、傷むんじゃなくてね、土に帰ろうとする。あ、熟成、もう熟成しすぎちゃって困ったなって。熟成してますよ。はい、それから今度はだん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 の土に帰ろうとする、うん、普通はあの臭い匂いするじゃない、古くなってくると。違う、天の地が視聴数が多いですねって、はい、視聴数が多いの、うん、いいことじゃないですか。まあ、クリスマスでみんな暇してんじゃない、ね、そう、だけど人参も食べてみていいですか。いいです。この人参とさつまいもを作る秘訣は何ですか。秘訣ないです。自然の、メカニズムに沿ってないやり方すればいいです。じゃあ沿ったやり方、うん、自然とはこういうもんだ、天然とはこういうもんだ、うん、それを頭に入ってくるのは、うん、そうしたらできますね。どういうもんなんですか。いや、畑が教えてくれるから。畑を見る目を養わないとだね。中村さん家の草取りを手伝いに来る。そうです。もうあのこんなのね、あのお金出したって難しい、うん、やっぱ経験者がいて、うん、これやったらこれで失敗したっていうのあるから。いや、食レポだって。あ、うん、だからね、食べちゃってますからね、はい、皆さんね、食べたければここに来てください、うん、これはね、うん、レンゲジのね、うん、あのオーガニック朝市、これ持って行ってるから。そうするとね、これを目当ての人が来るんです。すぐ売れちゃうでしょ。それね、すぐ売れると思っていっぱい持ってくるやんね、うん、逆、うん、売れない、残っちゃう。なんかちょっとしか持ってかなくて、ちょっとこれ足りないと困るなと行くと、うん、もう終了時間2時間前とかね、全部売り切れちゃって。だから時間潰すに甘い、時間潰すに大変。あ、最後に売れるから、うん、ね、最後だけだって欲しい人いたってもう物ないんだもん。あ、そうだね、うん、これで物がないから、うん、どうしようもないじゃんね。どうにもなりません。柔らかくなっちゃう、なんかどんどん溶けちゃうね、うんうん、自然に帰ろうとするんだね、きっと。だね、うん、だから、うん、一番いいのはさ、うん、手術するじゃん、うん、
食欲ないだね。食欲ない。食欲のない人が、うん、それで口の中をパッと入れた時に、うん、あ、目の前が変わったって言うの。だから子供がさ、うん、ニコ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 しながら試食食べくるんだよ、うん、試食を食べに来るんですね。試食は食べるもんだよね、うん、試食あの試食のために試食しに来るわけ、うん、試食しに来る、ね、はい。でそうすると一番こう教えてくれるところ、一番のいいところどこですか。ね、これ肥料とかって、肥料っていう、肥料、肥料とは何だろうか、ちょっと何が肥料といえば食物にとっての栄養違いますか。肥料といえば植物の餌、植物、植物の餌、割ってる野菜の餌、椎茸菌でしょと思ってる人が多い。椎茸菌のことでしょ。いやいや、もう全体的にあれはさ、椎茸菌っていうのは市場菌って言うんだけどさ、もうこんなん食べちゃいました、甘のっちごめんね一人で、うん、肥料は植物の餌ではなく土壌菌の餌、土壌菌の餌、うん、肥料はね。からほらメッセージも入ってくる。あれはレンゲージオーガニックマーケット、今度何日ですか、はい、来年だ、毎月第3日曜日にやってるから。日曜日ですか。日曜日です。第3日曜日の朝何時から。朝7時から10時まで。10時、うん、10時に行くともうほとんど売れちゃうでしょ。運がいい人は帰る、運の悪い人はもう1時間、うん、2時間前に終わっちゃう。あ、そう、うちの野菜ね、若者さんちの野菜はだいたい平均で何時間ぐらいで売れちゃうんですか。一番早かったのは、はい、オープンしました、うん、そうするとね、うん、1時間ぐらいでもう売り切れちゃってる。1時間で売れちゃうんですか。売り切れちゃう。へー。だからそれを、目的に来る人もいるから、うん、ファンがね。ほら、中村さんのさつまいも食べたいっていう方があと2名来てますよ。ほら、あそこにいつもの人じゃない人も。誰、新しい人。あら、新しい人手あげて。本当に誰。よかったね。食べたい人は 今食べないと食べれないよ。今増えてるも、もう味見さんみたいなのか。今芋仕入れや、仕入れやも、あそこに芋ある。中村さんちの芋仕入れてください。いろいろあるらしい。だから食べられるのは今だけ。結構僕一人で食べてました。人参、まあ人参の方が。あ、焼き人参もいいじゃんね。ね、カリスマ、カリスマ、はい、焼きみかんも美味しいよ。ないでしょ、焼きみかんめちゃくちゃ美味しいよね、マクちゃん。お正月っていうとさ、うん、うちの方の田舎の方はね、うん、あのナマスを作った。あ、僕もナマス大好き。これとさ、うん、誰かゲスト来るの、めっちゃなんか2人寄ってるかもしれない。いつでも入れるように。あ、なるほどね。そう、いつでもね、うん、そう。ちょっと味見してみてください。どうぞ。いつでもあの、あ、こ、味見してみてください。はい、あ、これ、あ、こっちでいいですか。こっちでいいですか。このね、一応食レポなんでこれをつけてもらって。そうそうそう、これね、人参もね、すごい美味しいんですけどね。このさつまいもも美味いです。これを先に食べると人参も甘い。どっちが甘いかね、今こっちの方が甘いかもかね。おー、じゃあこれいただきます。はい。え、何？クリスマスで。ああ、はい。いただきます。あ、柔らかい。すごい柔らかい。うん、普通だとね、うん、店のスーパーで買ってくのはホクホク感とかそんなのあるけど、はい、これはホクホク感を通り越しちゃってる。要するにあのこれができるや、あのさつまいもの畑は畝、うん、がもう発酵土壌になってる。漬物と一緒。はい。それはあの漬物と一緒 の形に、うん、あのなんていうの、枝とかさ、木の枝とか雑草とか、はい、それであのキノコの出なくなった菌床、うん、そういうのを使ってるわけ。へー。だから肥料は何も使わない。あ、自然の感じで作ってるってことですか。そう、だから自然の状態で、はい、簡単に言うとあの高草山、はい、あの環境を畑に持ってこようと。へえ。あそこを見ていてさ、あの肥料担いで、うん、
ずっと上がってるフィードバリバリ巻く人いないでしょ、はいはい、あれは全部これやるのは巻かなくて、うん、何がやってるか、何がそのものを育ててるかって言うと微生物って言うんだけど、うん、市場菌、そういうのもみんなとあの育ててるから、人間は一切やんない。もしそこで肥料をまいたり何かすると、うん、虫だらけになっちゃう。あ、逆にそうなっちゃう。そう、悪い虫いっぱいつくようになっちゃうんだけど、市場菌、あ、そういうのでこう作ってるわけですか。自然の環境で、畑が作ってくれる。畑が、おただね、あの面倒見るのは人間が面倒見るから、餌入れたりする。あ、はい、うーん、いや、すごい美味しいですね、でも、うん、これがあの、うん、雑誌社が、うん、あの取材に来たやつなんだけど、うんうん、あれ？出てない？あら、どこに出てるの？あ、別の持ってきちゃった。なんじゃこりゃ。冬物じゃないよこれ。あー、これおかしいな。嘘。何？ボケちゃったなもう。あ、違うの持ってきちゃった。うん、あのこれ乗ったんだよね。うん。そう。入ってないな。2019年の冬号だ。一発かましときますか。はいはい。はい、せーの。ドカーン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 。みんな入ってやんない。全員入ってドカーンドカーンと。そうです。せーの。ドカーンドカーン。花火上がった。花火消えちゃったよ。もうね、19年も終わりだもんね。そこら辺を目指してる。そう。わけわかんないだろだろ。何もない。何もない。そうやの。そう、中村さんに合わせた。言いたいこと。ゆるいね、番組を目指してるんですよ。おかげでね、全然見てる人がね、いなくなっちゃうんですよ。さっきまで7人いたんだけど、今見たらなんか3人ぐらいしか。残念なことですね。困ったことはね、なんかいいアイデアないですかね。なんかいいアイデア、これさっきクリスマスだもんね。駅前の動画撮ってたんですよ僕は、うん、慌てて。 あ、こんな感じなんですか今駅前。そう、八重洲の駅前、なかなかいいでしょ。すごいなんか綺麗ですよね。ね、綺麗でしょ、うん、なんかクリスマス感がね、クリスマス全然なかったんですけど僕、あのクリスマスサンタさん来なかったんですけど、あのこれ見るとちょっとクリスマス感が出て、そうだね、ちょっと嬉しいですよ。クリスマスはね、うん、やっぱりイルミネーションとクリスマスケーキということで、うん、今日はね、うん、クリスマスケーキがね、あ、来るらしい。ありますね。おお、甘党の人いいね。甘党の人はいいですね。そこにあのワインかなんかって持ってる。あ、ワインありますよ。あるの？飲んじゃう。あるんですよ、ワインが。あっても飲めないんですよ。ボジョレーヌーボーが。ワイン、ワイン飲みながらさ、騒いでね、そう、みんな、明るくなる。ワインうまいとか。うまいって言わないの、あれ、ワインのこと。言いますよ。いいんですよ。言っていいんですよ。めっちゃうまいとかね。ここ来ない？ここ、ここ来て。嫌われちゃった。残念な。取り留めのない話でいつもすいません。訳が分かんない。これ NG ってあるの？ないっす。NG ないんだって。ないっす。あの子が。あの子が出れない。ね、うん、NG なの。あの子は出ないんですか今日？じゃないですか？あ、出ないの？ギャラリー、ギャラリーですか？ギャラリー。あー、そうか。そうなんだね。すごいね、間がすごいですよ。中村さん、なんか喋ってください。なんか喋ってください。中村さん。どうぞ、中村さんどうぞ。どうぞ。続きを、続きを。あ、これ、中村さんは自然農法をちょっと説明してくださいよ。自然農法っていうのかね、これ。最初やった。つけてるね。最初の畑作り。土木工事です。土木工事やったんです。あ、これでいいや。それで空気が入るように。マキちゃんも芋食べたいって、ほら。
ほら、美味しいよね、うん、でやっぱ作る人がうまいからね。これ何芋って言うんですか。これ、あんの芋。いつものもう一個のは何だよ。あれは紅はるか。紅はるか、うん、もう終わっちゃった。紅はるかはあのね、今こう寒いじゃない、うん、ちょっと傷入るともうさつま弱い。あ、弱い、うん、特に寒さに弱い。あ、だから、うん、置いとくと、うん、あってさつまいもって傷まないわって言っても、うん、1年持つわけじゃないから。あ、だからよっぽど温度調整して、うん、大きな冷蔵庫入れとかないと、うん、だからやっぱ冬場はどうやって越すかってね、うん、一番問題。だって口の中入れてさ、うわまずいって言ったらそれでもう信用なくなっちゃうし、だからいつでもいい状態で出していかないと、うん、なんか硬い話になってくる。健康とか葉っぱも食っちゃダメってことですね。あれだってさつまのつるなんていうの、あの珍味で売ってんだよ。あれアク抜きして、あの毒入りの葉っぱがアク抜きして、あれはあれは失敗。里芋の葉っぱは毒なんですよ、ね、あ、これあれなんだよ、あれ里芋はさ、アクがすごいアク抜きなんだけど、ね、カリスマにも一発ちょっとさ、派手になんかクリスマスっぽくやってもらったもんね、うん、やってそれはやけどするぞカリスマに、カリスマ手本見せて、そういうどうやったら人気が出るか、やめてください、ね、人気者になる秘訣。人気者になる秘訣。秘訣ですか。秘訣じゃないんだよ、秘訣だよ。いや僕はね、マルさんって方がいるんですけど、マルさんの真似をしてるだけなんですよ。はい、今いるのマルさんって。いや、マルさんって方がいるんですけど、うん、カリスマさんはマルさんじゃないんですね。僕はマルさんじゃないんですけど、弟子。そうですね、どちらかというとそっちです。弟子なんです。あの、うん、今日はしゃべり方の勉強したでしょ。今日はマルさんのゲストで来たんですか。そうですね、今日ね、クリスマスパーティーだって。パーティー、うん、番組全部ぐちゃ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 まぐで。いや俺とかは大丈夫、俺とかは違うよ。あ、通常営業。あ、そうなんですか。そう、本当。じゃあもう入っちゃったもんね。あ、みんなぐちゃぐちゃしなかったんだけど、あの薄っぺらいなんかコマーシャル行きたいって言うんですか。あ、薄っぺらいコマーシャルちょっとやってみてくださいよ。ここいいですよ、リハーサルに使ってくれて。何をあの人は言ってんですかね。うん、カリスマさんは何なんですか。もともとカリスマっていう名前を名乗ってるんですか。僕が名乗ってるわけじゃなくて、マルさんに言われちゃったんですよ。お前はその名前しろという感じで言われて、マルさん師匠に言われたんですよ。そう、あれ、カリがなんか噂に聞くと、なんか、うん、あの焼き芋屋もやってるっていうような噂を聞いたんですけど。あ、そうですね。どこでやってるんですか。あれ、北立ちが。え、北立ちが来ましたね。北立ちって何ですか。北立ち、北里、何、うん、北立ち、北土地、ええ、お前ちゃんと説明しろよ、ちゃんとそう言って言ったら。一個ずつ説明してけよ。そう、北立ちって何ですか。あの北村達也って名前なんですよ、うん、あー、うん、でなんだ、キムタクみたいなもんね。上を取ったわけ。そうですよ、まあ、それちょっと短く言いやすくしたのは北立ち。北立ち、なんか言いにくいけどね。北、下が達の達者の達ね、達の達、達達、はい、達年の達ね。いや、ちょっと違います。違いますか、はい、で、あのこの達、何かが立つみたいな、その立つ。ああ、はい、なるほどね。昔を思い出して、ああ、立った立った。そう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 昔を思い出して。昔の青春時代。青春時代。青春時代。はい。ね、それそれそれ。それね、青春時代のね、立つ、ね、ね、いろいろありましたね。うん。青木さんは立ちすぎて困ったらしい。まだまだ大丈夫ですから、ね。任してください。いやらしい。まだ大丈夫ですか。まあ全然、全然問題ないですよ、うん。若い子来たらもっと大丈夫です。もう55分なんでね。55分。最後ほら、なんとかドカンでちょっとやってみてください。向こうでちょっとこう。そうですね。着物ね。じゃあ最後ちょっとドカンだけ付き合ってください。ドカンいきますか。わかりました。せーの、健康。ドカーン。俺ひらひ、これじゃまずいね。ドカーン。こう。何がいいかさ、どれが受けるかって。もう55分ですよ。はい。ね、次。はい、次の番組ちょっと言ってください。次の番組。はい、丸さん、丸さん。発音悪いね、丸散歩。その58。エネオス持ってってくださいね。はい、エネオス。はい。
丸散歩の何カリサンタが マルンボにピリオドを打ついいよ無理しなくて大丈夫だよ。分かったそう次は、ま、あの丸散歩です。はい、はい、ありがとうございます。はい、よろしく。ありがとうございます。はい、マイクをじゃあ